NBT ようこそ。今日のテーマは透明なオーラなんです。Healer Soul。 透明のオーラは、かなり自分の、力が湧かないところが多いので、本能的に治療ような、仕事とか、使命が、どっかに、分かってるなんですけども、その才能が認められないときに他の人の性格をよく真似する、自分の本当の性格を隠すことが多いから、時々他の人が混乱させる、自分も混乱させる時もあります。このオーラはかなり敏感です。現代の社会は汚いとか下品とか、透明なオーラの目に通して汚れてるような世界が考えています。ですから時々自分のスペースができるだけきれいにする時もあるかもしれないし、シンプルような、飾りがする人なんです。ですから自分のプライベートスペースかなり守ることがします。ですから、かなりプライベートな人なんです。パーティーすることがあまり興味がなくて、社交的な行動あまりないオーラなんです。一人の方が楽。ある透明のオーラは、庭仕事とか自然の中の仕事は落ち着く時もあります。で、結局自分の使命、自分の、ヒーラー、治療する技分かったら、一番幸せ環境になります。ですから例えば大きい病院よりも小さいなクリニックの方がいいなんです。透明のオーラはかなり頭いいなんです。しかし社交的な行動あまり分からないから、よく、テレビ見たり映画見たり本読んだりすることが好きなんです。すると現代の社会の行動、なんとか分かるようになる。ですから自分の信じることがよく考えてます。ですから自分の信仰も困ることがあります。例えば自分はそんなにスピリチュアル的なものではないと思ってるけども、やっぱり何か神様みたいなものいるじゃないかと思ってます。しかしそれみたいな精神的な問題が解決しないと、自分の感情などがいろいろが出てくるけど何の意味かわからなくなっちゃう。透明のオーラはかなり、勉強することが好き、学ぶことが好き、働き者、かなりし努力的一生懸命時も思われます。順番通り勉強することが多いなんです。ロックステップような、勉強のやり方、クリエイティブような、ことももできます。デザイン特に。だけどもやっぱり言葉とか、もしかして、計算とか数学の時もあるかもしれないけども、そんなに興味がないかもしれない。しかし治療ような仕事、視圧から看護師さん、医療、何でもかんでもその成果の中は一番得意です。透明のオーラは、他の人のオーラ吸収して他の人の性格反射する時あります。ですから性格ちょこちょこ変わることがあります。他の人の性格を真似して他の友達が、変わった人じゃないかと思われた時もあります。で親に期待通りにならない時もあります。で親も混乱する時もあるかもしれない。ですからしつけ与えることとか愛あげることとか、さまざまな日に変わることがあります。で透明の人はやはりちょっと敏感だから、感情的の柔軟性そんなにはないなので、かなり恥ずかしがりのオーラなんです。ですから発射的な行動あんまりないなんです。ですから感情的に耐えることがあまり好きじゃない。反応というと拒否するか、学んだ行動しか反応できないんです。ですから
どういう行動するべきか他の人の見てテレビとかなど自分以外探すことが多いんです。で、社交的な刺激がありすぎると自分の安全な場所が戻ることが多いんです。同時に自分の友達、知り合い、親など完璧にシャットアウトする時もあります。その時はやっぱり自分で回復中ってことなんです。で、めったに自分の一番深いところ、深い感情、他の人に見せることあまりしないなので、結局どうになったかとかみんな、分からなくなっちゃう。ですから感情的の行動があんまり、温かくはなくて冷たい方になる時もあります。そういう時は時々、強い意志の俺の場合は、透明の人に利用する自分のものにする時もあるのでしかし透明の俺はそれはできません。ですからやっぱり一人の方が楽、一人の方が回復できる。で、本当の大事な友達しか会わない、そういうみたいな生活できた場合は治療する技がだいぶ強くなります。他の人とかグループなど参加しようと思ってもどういう行動するべき分かんないなので疲れてしまう、自信がなくなる時が多いなんです。で、するとただ普通の人と思われちゃう、特別ない過去悪い過去は普通と思われる時もあります。ですが現代の社会は舞台みたいに演技しなくちゃいけないけど自分のセルフか何のセルフか言うべきか分かんないみたいな環境に存在しています。上に他の人の性的な行動があんまりしない、そういう、みたいな情熱的な行動が興味なくて、他の人が混じなきゃいけないような気分になったからあまりしません。ですから結婚した場合は別々の部屋住んだ方がいいかもしれない、まあ、セックスは嫌いわけないなんですけども、そういう刺激、情熱刺激にあんまり自分の精神がダメージ与えちゃうから嫌がっちゃうなんです。もちろん例外もあります。まあ、仕事とかなどは、やはり無感情ような性格があるからビジネスにあまり合わない、リーダーシップを取ることができません、自分の、内見になってしまうから。で、目立つことかも嫌いだし、その例外はやっぱり他の人治療するとき、例えば一緒にお祈りするとか瞑想するとか、まあそういうみたいなリーダーシップはできます。お金の使い方は、まあ、安全のやり方がするなんで、で、まあ、安全に税金払ったりとか、まあ、借金が返したりとか、まあ、普通ような行動をします。クリエイティブような仕事ももちろんできますなんですけども、デザインとかなどが、まあ、非常に得意なんです。上に、まあ、図書館とかなども、ああいうみたいな、静かような仕事ももうできます。でももちろんベストのは治療する、特に、まあ、お祈り、瞑想、アートテラピストとか医療、看護師さん、お医者さん、精神科医、カウンセラー、しかし、あんまりクリニックような正解、ラベンダーと同じ、あのイライラするだけなんで、できるだけ追いついてる場所が一番ベストなんです。で、いつも、自分が感じるのはいつか、早めに、できるだけ早めに、やっぱり亡くなって神様みたいな正解もドローシュしてるなんで、ですから、自分の生きがいような、環境が入ってすごく嬉しくなって幸せになることが高い、そうじゃない場合は早く死にたい気分が出る。ですから、一番やっぱり難しいのは自分の特別才能あるなのに肉体的な力がないし感情的な、
強さもないし、やはり安全というか、追いついてるというか、ような環境が入って他の人、特にマンとマンみたいな環境で治療することが一番楽なんです。で、使命終わったらやっぱり楽に、あの世が戻るようにどこの自分の精神の中が感じることがあります。もちろん、このオーラが、他の才能とか、情報がたくさんあるんですけども、例えば一番相性の青オーラが緑、緑はそんなに変な影響されないなんで、他のオーラみたいに肉体的なオーラとか、感情的なオーラは、疲れるだけなんです。そうじゃないオーラは精神的なオーラとか、まあ論理的な緑が一番向いてるなんです。で、他の質問あれば、ぜひ、連絡してください。このビデオを見ていただいてありがとうございました。